だから食べたかったけど。まあ、そうめんはそうめんで、おつゆ入れたりせんでも食べるもあるもんね。これでいいと思う。はい。それで食べて。うん。小麦粉はほんで、うん。お魚ボディーよ。これこの習慣はやめないかんよ。何の習慣？必ずもう洗わな使わんのやけ。いや、それはやめる必要はないろ、別に。けど、使うものよ。うん。洗う必要はないと思うよ。気持ちがええん、洗った方が。あのね、人は人。自分は自分。人がどういうがええの、それは。はい、人は人。その色があっち。食べて。うん、もうできたき。自分が良かったらええの。うん、これと、うん、今日はね、お粗末やけんど。そんなことないですよ。あの、お湯飲み取ってきて。え、お湯飲みってどれ。お湯飲みってどれよ。お茶を入ればお湯飲み、とも色のよ、自分の。ほんでお茶入れなさい、うん、はい、もうよし。あ、ご飯入れないか。うん、で、ほんで全部入れて取ってと。もう、食べる。あ、おつゆも入れる。うん。おつゆはもう必ず1日に1回食べないか。うん。卵はもう食べ中期ね。2個、うん、あの、弁当へ。うん。入れられへんの。それも食べとる。なんか陽気です。美味しそうなよ。うん。あんまりごたごた入れるから美味しい。うん。はい。あの、ご飯入れる時ね、うん、あの、出しなさい、納豆。いや、ほんでご飯ができたら。もうええろ。びしょびしょじゃなかった？いや、それはない。そう、よかった。カタカタぐらいじゃ、逆に。ああ、そう。ね、けんど。うん、上等よ。もりもりと入れていたい。あ、そう、そんなにいらん。はい、どうだ。あ、出して。うん。おじいちゃんに食べに来るけ。はい。どっちがどうやったの。うん。これがあったじゃん。どっちよ。違う。どっちでもええがな。もうこれまだ納豆入れないかなね、納豆、うん、あんたご飯のおかわりいる？いらんいらん、食べねん、そんなにこれだけでも多すぎ、はいはいはい、無理。こんなんよかった。うん、そうそう思って高かったよ。うん、ありがとう。お父さん、はいよ、ご飯取りに来て。えい、あの人いる。